ペコレス席の皆様、また大阪各界の参加者の皆様、また私の大切な友人の皆様、本日はこの月曜日の午前中大変にお忙しい中、この石川博隆36歳に力を与えていただくために、わざわざこのようにお集まりいただきましたこと、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございます。私石川博隆は昨年12月に公明党より公認の決定をいただきましてから、この大阪中33市9町1村ただひたすらにこの7月の勝利を目指してがむしゃらに走ってまいりました。大阪府下回らせていただき、約20万人近い方々にお会いさせていただき、またさまざまな分野現場に飛び込みさせていただき、大阪の現場の声、悩み、苦しみ、悲しみを一つ一つ丁寧に伺ってまいりました。そうした中で、私の生まれ育ったこの大阪を何としても元気にしていかなければならない、その思いを強く強くしている現在でございます。この7月の勝利に向かって、残り40日になりましたが、全力で走ってまいる決意でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。昨年の衆議院選挙であれだけ国民の期待を受けて成立した民主党政権、民主党鳩山政権、今やその信用信頼は完全に地に落ち、そして支持率も2割を切っている状況。そうした中で国民の皆様、有権者の皆様の政治に対する不信感増大する一方でございます。この原因は他でもない政治の責任であると私は思います。言ったことに責任を取らない、そして相も変わらずの選挙対策パフォーマンス、聞こえのいいことばかりを言って何も実現できていないこの政治に対して不信感信頼を失うのは当然でございます。政治の大目的というのは国民の暮らしを守り、国民の暮らしを支え、そして発展させ、日本の未来をしっかりと議論をしていくのが政治の大目的でございます。政党も政治家もそして選挙もそのための道具であり手段にしか過ぎません。その道具である政治家たちが自分たちのことばかりをやって、そして手段にしか過ぎない選挙のことばかりを考えている、こんな古い旧態依然とした政治は一刻も早く変えていかなければ日本の未来はない。私石川博隆36歳はその危機感を強く強く今抱いているところでございます。昨年国民の皆様が大きく期待した政権交代、しかしそうした政権交代の結果何も変わらなかったどころか、政治状況は悪くなる始末、また国際社会における日本の立ち位置不安定を極めており、今近隣諸国東アジアの緊迫した情勢の中で果たしてこの日本がどういう役割を果たしていけるのか、そのことに対する明快な回答もございません。今日本に求められているのはもはや政権交代ではございません。これから必要なのは世代交代でございます。アメリカの大統領オバマ大統領も48歳、イギリスの首相も40代、また日本の各界におきましても若手が大活躍している時代でございます。私と同じ名前のゴルフの賞金王石川遼君も10代であの賞金王という形で活躍をしております。これだけグローバル化した社会、1日1日いや1分1秒で世界中が大きく動いている社会に、この激動の社会に対応していくためにも若さとスピードと情熱が何よりも不可欠なのでございますが、今の日本の国内の政治状況、最もこの世代交代が遅れているのがこの今の日本の政治ではないかと思います。私石川博隆は日本の政界の世代交代の先頭に立って戦ってまいる決意でございます。今の大阪の景気、経済、雇用の状況もそうでございます。
私の生まれ育ったこの大阪を元気にしていくために、私が学生時代から日夜尽力をした、駆けずり回った環境分野、環境産業、これからの環境エネルギー産業、世界で500兆から700兆円の市場規模を持つと言われており、今の自動車産業界の300兆円をはるかに上回る大きな大きな可能性を秘めております。アメリカはこうした環境分野に15兆円の投資をして500万人の雇用を生み出すということを言明しております。またイギリスも風力発電の建設等を通じて16万人の雇用を拡大すると言われております。これからの新しい新成長産業、これをどう奪い取っていくか、この国際社会の熾烈な過酷な競争の中で、今日本が新しい分野にどんどん打って出ていかなければ、この日本は遅れを取ってしまう。この大阪が持つ環境産業における今の素晴らしい底力、今大阪そして日本は環境産業においては世界において一歩リードしている状況にあります。リチウム電池も世界の中で8割をこの日本で生産し、その約半分はこの大阪関西において生産されております。また太陽光パネルにおきましても、日本の名だたる大手の企業がこの関西一円に本社を有しております。今のこの大阪の置かれている地の利、そして産業界の底力、また中小零細かもしれない、しかしその工場一つ一つの小さな小さな工場の持つものづくりの底力を、新しいこの産業分野、新しい環境産業に注入し、そしてそれを伸ばし、3年後、5年後、10年後を目指して先行投資をしていかなければ、時代からまた世界から取り残されてしまう。私石川博隆はそうした日本の力、また大阪の底力を築いていくために、皆様と共に全力で働いてまいりたい、その決意でいっぱいでございます。また私はこれまで世界50カ国地域を回らせていただいた経験を、この大阪の未来のため、日本の未来のためにどのように役立たせていただくことができるか、それを考えた時に、大阪の観光産業、そして日本の観光産業を大きく盛り上げていきたい、世界中の方々に大阪のことを知っていただき、世界中の方々に大阪のことを好きになってもらい、大阪に来ていただいて大阪で楽しんでもらって、大阪の観光産業、飲食店もそう、ホテル業界もそう、また交通網もそう、大阪は関空もございます、また京都、奈良、神戸といった素晴らしい観光資源にも恵まれた地の利もございます。こうした大阪、関西の素晴らしさを世界中の方々に訴えていきたい、アピールしていきたい、そのトップセールスマンとして働いてまいりたい、その決意でございます。どうかこの夏の参議院選挙、私石川博隆36歳にとりまして初めての挑戦でございます。私は大阪で生まれ、大阪で育ち、そしてこれまで外務省におきまして、日本の国のため、国益のため、日本の平和を守るためにがむしゃらになって働いてきた人間でございますが、この石川博隆を、この大阪の元気を築くため、また日本の未来を築いていくために、どうか働かせていただきたい、皆様のお力をお借りし、皆様のお力をいただき、この石川博隆を日本の未来のために働かせてください。どうか本日お集まりの皆様、石川博隆をよろしくお願い申し上げます。本日はご多忙の中、大変にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで石川博隆予定候補の同級生の皆様より、石川候補の必勝を期して真心の千羽鶴の童貞がございます。関西創価学園の同期でいらっしゃいます中島京子様、ありがとうございます。どうもありがとうございます。皆様本当にありがとうございました。